ハイチの国章は1807年に初めて導入され、1986年から現在の形式となって現れた。ヤシの木と緑の芝生の上の大砲の前に位置する飾られた国旗が展示されている。芝生の上にはスネアドラム、ビューグル、ロングガン、船の怒りのような様々な道具が見られる。ヤシの木の上には赤いフリギア棒があり、自由の象徴として置かれている。 芝生の上のドラムとリボンの間にあるつながりを断たれた二つの鎖のかけらは奴隷製の鎖を打ち破ったことを象徴していると思われる。リボンにはハイチの国タたるル、ユニオンフェラフォースとある。最古のハイチのシンボルとして使われたものは1807年から知られている。シンボルは二つのカノン砲とヤシの木とともにいくつかの国旗を展示している。 シンボルは、共和国の独立のための戦いを示している。フランス語による国勢は、団結による力を意味する。シンボルは、大統領のホスタンスルーク将軍が自身を皇帝ホスタン一世として体感した1849年まで使用された。同時に彼は二つのカノン法と帝国の和紙が展示された新しい帝国賞を認めた。 二頭のライオンがサポーターとして使用され全体は紫のマントの上に置かれた。皇帝は1859年に国を追われ、その後は古いシンボルが復旧した。構成は以前と同じだが、色といくつかの道具が別のものに変更されている。デュバリエ政権時代には国旗と合わせ黒人を意味するとされる旗の青が黒に変えられていた。ありがとうございます。